はい。風を引いてしまってまだ治っていなくて、声がいつも通りに歌えないところもあるかもしれませんし、初めてのライブで緊張してるんですけれども、頑張って歌うのでよかったら聴いてください。ずっと夢に見てたことが今目の前で始まる。僕は夢を見ているのか。そう、ここは舞台の上、たくさんの人が僕らの歌う歌を聞きに来る。子供の頃からの夢はまさに始まったばかり。僕は今ギターを抱え、マイクに向かって歌う。長いこと待っていたんだ、今この時の来るのを。どんな歌を歌おう、この時の来るのを。どんな風に見えるだろう、どんなこと言うだろう。あの頃の僕が今歌う僕を見たら、震える声で歌い出す。高鳴る胸を押さえて、子供の頃からの夢はまさに始まったばかり。まさに ハンバートハンバートさんの長いこと待っていたんだという曲でした。はい、では2曲目に行きたいんですけれども、今日は3曲とも全部ハンバートハンバートさんのカバーで行くんですけど、ハンバートハンバートさんの曲が好きで、今日は2曲目も3曲目もハンバートハンバートさんの曲になります。では2曲目に行きます。声がこう言った。ただ
私は今日は15分間なので3曲ぐらいしか歌えなくて最後の曲になってしまうんですが、最後の曲もハンバートさんの曲で一番私が好きな曲なのでうまく歌えるように頑張ります。じゃあ聴いてください。もしも僕の声が君に届くなら胸の想いを僕は春の風に乗せて、いつの日か僕の想いを風が運ぶまで僕は歌のさ、君が好きだって。もしも僕の声が君に届くなら胸の想いを僕は夏の雲に乗せて、いつの日か雨上がりの空に大きな虹をかけるのさ、君が好きだから。君が好きな花。
ありがとうございました。最後の曲はハンバートハンバートさんでメッセージという曲でした。はい、では私はこれで終わりなのでありがとうございました。さくらでした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます、はい、どうでした？緊張はあんまりしなかったんですけど、はい、でも今日自分の字で楽譜書いてたんですけど、はい、途中2曲目自分の字が読めなくなっちゃってそれちょっとつかかっちゃったんですけど、でも汚い今日の朝書いたんですよね。それで、でも楽しく歌えたのでとっても良かったです、はい、なるほど、まあ、字はあんまり綺麗じゃないあんまり文系じゃないんですね、さくらさんは。そうですかね、どうでしょう。なんかさっき聞くと体育会系らしいじゃないですか。なんかこの、アーティス写真はね、はい、いただいたアーティス写真、はい、持ってるのなんかすごいこう素敵な感じにするんだけどそうですね。本当は何、肉体筋肉系？そうでもないですよ。部活は一応陸上部、陸上部やってて、陸上、はい、昨日も大会で、大会、はい、幅跳びやってきたんですけど、いやー全然自己記録にはいかなくて、自己ベストもいかない、はい、残念でした。競技は何を出てる？競技は走り幅跳びと、走り幅跳びとあとリレー、4m53、4m62がベストです。すごいね、俺の予想を超えたね予想を超えたね。いやでもまだまだ、はい、そしてあとはリレーと 100m をやらせてもらって、 100m 12秒8。いやそんな全然速くない。 100m はベストは14秒10ですかね、確か。14秒、13秒、夢の13秒台出なかった？出します。これからの大会で出します。はい、そしてもう競技はあとリレー。はい、リレーを。リレーはあれだ、他力本願だもんね。そうですね、自分が頑張ってもねしょうがないし、まあ、自分がなんかダメでもなんか助けてくれるしね、まあ、リレーはどうでした？リレーは今日がリレーだったんですけど、今日はこっちに来たのでリレーはまた別の大会の時に出ます。また次に進んだの？次、いや勝ち抜いた。勝ち抜いてない。勝ち抜いてない。勝ち抜いてない。まあでもね、体型なんですね。そうなんです。すごいですね、筋肉もりもりな感じで。いやいやいいですね。いやいや、その筋肉力を何か別なものに使って。別なものですか？なんかこう鉄製のギターをこう弾いてこう鍛える。重たすぎて無理ですよ。ゲージもなんか一番硬い太い弦を張る。大変でもいいかもしれないですね。はい、ということで、なんかさくらさん、ちょっと体調悪かったんだけどなんとかできましたね。そうですね、でもいつもよりすごいハスキーな感じで歌ってはいたんですけど。いつもハスキーだけどね。え？そうですか。まあ、でも本番に強いタイプっていうことが証明されましたね。
そうですか、うん、なので13秒台も大丈夫でしょう。まあ私も頑張ります。はい、ということで、あとさくらさんっていう名前がね、なんかすごいこう春っぽい感じじゃないですか。そうです ね、 ね、これは芸名ですか。いや、これは本当の名前で。本当の名前、本当の名前もさくらは漢字じゃなくてひらがななんですけど。ひらがなのさくら。そうなんです。なんかおしゃれっていうか、逆に今最近シワシワネームが流行ってるから。シワシワネーム、シワシワネーム、キラキラじゃなくて。キラキラはもう終わった。え、シワシワネームって何ですか。うん、広瀬すずとか。あ、そういう感じ。なんかおばあちゃんみたいな。あ、名前シワシワネームですか。うん、え、うん、まあまあそうだね。おばあちゃんでもありそうな感じ。ああ、なるほど、そうなんです。いいね、さくら、いいじゃん。はい、素晴らしいね。ありがとうございます。そして、これからオリジナルを作っていくって感じですね。そうです ね、 ね、うん、1曲もないので。1曲もないんだよね。はい、うん、頑張って作りたいと思って。この歌声を生かすような曲ができるといいですね。そうですね、うん、これから考えてます。なるほど、はい。まあ、高跳びみたいにね、なんかこう目標の、目標のね、幅跳びなんですよね。幅跳びね、幅跳びみたいにこう目標を決めて、そこのね、ところに到達できるように。はい、頑張ります。うん、あの歌の方もぜひ記録を目指して。記録っていうより記憶だよね。記憶を目指してぜひ活躍していただけたらと思います。はい、はい、では、最後に告知とかあれば。告知、うん、告知はいろんなアピールとか。アピール、次のライブとか。次のライブ、なんか路上やってたじゃないですか、バコマナイかどっかの。やってませんよ、私。石山かなんかで。あ、路上っていうか公園上。あ、友達と。炎上、うん、あんまり一人で、路上とか慣れてなくて、うん、できないんですけど。ああいうのはもうやんないの。あんまやんない。夏休み中とか。家の、夏休み中やりたいですね、どっかで。うん、走り幅跳びライブとか。それはちょっと聞いたことない。歌いながら飛ぶとか。そんな高度なことは私にはちょっと無理なんですけど、うん、まあ挑戦してみますね。じゃあ走り幅跳び。夏休みだし、なんかそういうちょっと弾けた企画とかあったら多分視聴率上がりますよね。そうです ね、 ね、はい、ということで頑張っていただきましょう。はい、さくらさんのステージでした。ありがとうございました、ね、ありがとうございました。ありがとうございます。はい。